アルベマールはアメリカ合衆国ノースカロライナ州スタンリー郡の都市であり同郡の郡庁所在地である2010年国勢調査での人口は15,903人だった市政府は一人の市長と7人の委員による市政委員会が担当しているアルベマールという名称はイングランドの由緒ある姓のアルベマールでありフランスでは ノルマンディにあるオマールの町の中世ラテン語読みがアルバマリアだった。俗ラテン語のアルバは白、マージョラはドロハイ石を意味する。その語源はケルト語の2つの単語で完全に説明がつく。アルバは白であり、後に天国であり、ラテン語のアルバはそのデッキ名となる。マージョラはケルト語のマーゴから来ている。ラテン語のアルバマーゲラは ケルト語で白いドロハイ石を意味するグリシマーガの直訳である。現在のアルベマールがある地域はもともと狩猟採集を行いマウンドを建設していた小さな種族が住んでいたのであり、彼らの人工物や集落跡は1万年近い前のものとされている。ヨーロッパ人による大規模な開拓地ができたのが18世紀半ばであり、それには2つの波があった。一つは、 オランダ人、スコットランド系アイルランド人、ドイツ人の移民であり、ペンシルベニアやニュージャージーから宗教や政治上の寛容さを求めて移ってきた。もう一つはイングランド人の子孫であり、バージニアやノースカロライナ東部ケープヘア側の流域から移ってきていた。イングランドによる植民地の初期アルベマール地域は政治的にニューハノバー地区に属しており、 その中から1734年にブレーデン地区が作られた。それがブレーデン軍と改名され、1750年にはアンソン軍が分離設立され、さらにその中から1779年にモンゴメリー軍が生まれた。1915年頃のアルベマール・スタンリー軍、長州アルベマール地域最初の郵便局は1826年に作られた。当時は、 スミスの店と呼ばれていた。ファイエットビルからソールズベリーをつなぐオールドターンパイク道路とシャーロットとローリーをつなぐオールドステージ道路の交差点が近くにあり、地域の商業と交易の重要な中心として出現した。この地域は1841年までモンゴメリー軍に入っていたが、ヤドキン川とピ d ディ川より西の人口が増えつつあった地域の著名な住人が、 軍の分割を何年間か働きかけた後で、ノースカロライナ州議会に独立した軍としての、スタンリー軍設立を請願し、成功した。新軍が結成されてから間もなく、その軍政委員会が、軍初代保安官であるイ・ベンハーンの家から8マイル以内に、高級的な軍庁所在地を決める任務を与えられ、新しい町の区割りを行い、そこに、軍庁舎を建てるべきこととされた。 ネイマやハーンの相続人がオールドターンバイク道路とオールドステージ道路の交差点近くに新しい軍庁舎を建設するためにそのプランテーションから51エーカーの土地を寄付した。軍政委員会が町の境界を設定し、ハーンが寄付した土地の中で通り配置を決め区画を測量し、その位置を明確にした。最初の区画販売によって公共の建物の建設費ができ、 軍の選挙で選ばれた役人の給与のいくらかも払えた。軍庁舎は1842年に建設され、50年間使われた。アルベマール氏は1857年に公式に法人化された。この町はノースカロライナで初めて作られたアルベマール軍にちなんで名付けられた。その軍はアルベマール港ジョージマンクにちなんでおり、マンクは イングランド王チャールズ2世から1663年にカロライナ植民地を与えられた領主の一人だった。アルベマール地域の初期経済成長は農業が主であり、地域内の小取引があり、近くのユーアリー産地では短期間だがゴールドラッシュがあった。これらすべてが繊維製造業に置き換えられた。エファード製造会社が1896年に、 アルベマールで最初の工場を開設し、それから間もなくウィスカセットミル社、キャノンミル社、リリアンニッティングミルなどが続いた。1899年、ウィスカセットミル社がアルベマールでは初の銀行であるカバーラス新宅銀行を設立した。1910年までに市内での送電計画が進行していた。1891年、 ヤドキン鉄道がソールズベリーからアルベマールへの鉄道運行を始めた。1911年、ウィンストンセーラムサウスバウンド鉄道がアルベマールを通る自社線を建設し、繊維ブームを推進してヤドキン鉄道を陳腐化に追い込むことになった。この鉄道は現在もアルベマールを通る貨物輸送を続けているが、1933年から、 旅客列車の運行はなくなった。この鉄道のオールドマーケット通り駅が修復され、現在は人気あるファーマーッズマーケットの開催場所になっている。ヤドキン鉄道の軌道は剥がされて舗装されたが、アルベマールの南にある1マイルの区間は、ロッククリーク公園のハイキング道となっている。1923年、州がシャーロットまでのノースカロライナ州道24号線。 27号線を建設することとなり、アルベマールでは最初の舗装道路となった。1950年、スタンリー軍記念病院がウィスカセットミル社の寄付した土地に会員した。歴史あるスナックステイアルベマールは1993年に歴史保存全米新宅から全米メインストリート都市に認定された。中心街では多くの歴史保存や アダプティブユース適応型利用の計画があり、市内の公園や歴史的な場所の多くをつなぐ緑地道の創設など完成したものもあれば進行中のものもある。1820年代に建設されたフリーマン・マークス邸はアルベマールに現存する最古の家屋である。1九百八年建設のロマネスク復古町のオペラハウススタンズ宝石商ビルや中心街にある 小さな歴史地区3カ所とともに、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。その他の重要な歴史資産としては、イサイア W バックスナグステーがある。3番通りの南北戦争以前の家屋であり、南北戦争のスポットシルバニアコートハウスの戦いで、足をなくしたスタンリー軍保安官が当時所有し、その名前が残された。スタンリー軍博物館は、 地域の歴史研究と保存に重点を置いている。アルベマールグレーデッドスクールイコールセントラル、小学校、トマス・マーセラス・デニング亭、アルベマール中心街歴史地区、ファイブポインツ歴史地区、オペラハウスイコールスターンズ宝石賞、ビル、PD アベニュー歴史地区、ニバン通り歴史地区、イサヤ、ウィルソン・スナックステイが、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は15.8平方マイルであり、このうち陸地15.7平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.44%である。アルベマール市は、アメリカ国道52号線とピードモント地域では、合流しているノースカロライナ州道24号線、27号線の交差点を中心にしている。 地形は、うねりがあり侵食された、丘陵、紅葉樹林、流れが速く狭く浅い水流があり、宿金河は PD 川水系となっている。リトルロングクリークとタウンクリークが、アルベマール地域を抜ける季節によらない、主要河川であり、どちらも南流して、ロングクリークとビッグベアクリークの盆地になる。アルベマールは、カロライナスレートベルトのフロイドチャーチ層の上に、乗っている。 この層を厚く積層し、軸方向に、壁回する、メタデーガンとメタ粘土ガンが見られ、間の層には、メタサガン、メタレキガンやメタ化成岩ガンが入っている。地域の個性大変性ガンでは、黒雲母がよく見られる。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。アルベマールの公園とレクリエーション部は1963年に設立された。現在は、 市域内の5つの公園とサッカー競技場、セラミックス施設を運営、管理している。この組織の下で最新の施設は2003年に開設された面積100エーカーの湖がある75エーカーの公園、四季湖である。従来からの施設としては、ロッククリーク公園、チャックモアヘッド記念公園、ルーズベルトイングラム記念公園、ドンモンゴメリー記念公園がある。 モロー山修立公園は、市の東にある大きな修立公園である。ヤドキン川に隣接するユーアリー山地の標高が高い地域にあり、多くのレクリエーションを行うことができる。自然史博物館に加え、フランシス・ジェイクロン博士の19世紀の家屋を改修したものもある。スタンリーコミュニティカレッジのパターソンビル・アルベマールとその周辺では、 スタンリーニューズプレスが発行されている。1880年に創刊され、現在はコミュニティニューズペーパーホールディングスインクが所有している。ウィークリーポストは地域の行事を重点にする週刊誌である。シャーロット・オブザーバー紙の取材と配布の範囲にも入っている。アルベマールとスタンリー軍には AM ラジオ2局がある。どちらも スタンリー・コミュニケーションズ・インクが所有している。テレビはシャーロットテレビ市場に入っている。さらに地元のケーブルテレビ局がグリーンズボロからのツボネを運営している。ありがとうございます。